そしたら、模様編み1段目いきます。立ち上がりのね、鎖編みを 1,2,3 アンダーと鎖3編みます。この V のとこの鎖3です。で、長編み編みます。で、2目飛ばして長編み5、2目飛ばして V 編みます。長編み、鎖3、長編みになります。これパターン1です。じゃあいきましょう。はい、模様編み1段目開始します。立ち上がりの鎖編み1,2,3プラス1,2,3合計6です。で、糸をかけて、ここの引き抜き編みした目のところですね、ここの目のところに針を入れて長編みを編みます。はい、そしたら2目飛ばします。こことここ飛ばして、ここです、ここの目のところに長編みで、あと4本編みます。糸かけて、ここですね。で、今2本目、次が3本目、次4本目、で、次5本目。はい、こんな感じ。そしたら次 V 編むんですけど、2目飛ばしてここです。で、長編みを編んで、で、鎖3です。1,2,3糸をかけて長編みを同じ目のところに編みます。はい、そしたら2目飛ばして長編みを編みます。1で、次2,3,4,5。はい、で、この2目飛ばして長編み、鎖3、長編み、2目飛ばして長編み5を繰り返していきます。糸をかけて2目飛ばして3番目のところ、ここに長編みで、鎖3、1,2,3で、同じ目のところに長編み、これで V ができました。で、2目飛ばして1,2飛ばして3番目のところに長編みで、残り4本長編みを編みます。今1,2,3編めてて、次4だな。4で5、2目飛ばして3番目のところに長編み、鎖3で、同じ目に長編みで、1,2目飛ばして、ちょっと待ってね、1,2目飛ばしてここですね、3番目のところに長編みで、長編み5本編みます。で、今3本目で、次が4本目で、テレレン、これをね、繰り返していきます。はい、1周編めたら2目余るはずなんですけど、なぜか3目余ってしまったら1目多かったんですね。だからね、どっかでね、なんか間違えて増し目してるんですね、私で。ちょっとそれが見つけられなくて、なのでもうこのままね、編んじゃいますね。じゃあ、立ち上がり鎖編み3のところに引き抜き編みしますね。1,2,3番目、ここら辺だな、ここだ、ここに引き抜き編みします。
はい、そしたら次の段いきますね。2パターン目いきます。立ち上がりの鎖編みを1、2、3編んだら長編みを4編んで全部で長編み5ということにします。そしたら鎖2で、今度はね逆 V ですね。逆 V を編みます。ここのさっき5目編んだところの端の長編みを拾って、長編み2目1度、そして次に鎖で長編み5、ここを束にすくって編みます。束に長編みをね編みます。で端っこ同士のこの長編みをすくって長編み2目1度で、この端っこは長編み2ということになります。はい、じゃあ模様編み2段目いきます。立ち上がりの鎖編み1、2、3で、この V のところは長編みを5編むので、あと残り4本長編みを編みますね。こんな感じ。1、2、3、4、5。はい、そしたら次逆 V のとこですね。まず鎖を2編みます。糸かけてこの長編み、この端っこの長編み同士をすくって長編み2目1度します。まず針を入れます。そして糸を引き出してきて左の2本だけ引き抜いて未完成の長編みを1本作ります。糸かけて、でこの左側の長編みですね、ここのところに針を入れて糸を引き出してきて左の2本だけ引き出して長編み、未完成の長編みを2本これで編むことができました。じゃあこのかかっている糸を一気に引き抜いて、そして長編み2目1度が完成しました。そしたら鎖を編みます。そして次この V のところに長編みを5編みます。1、2、3、4、5。5編んだら次、鎖2を編みます。1、2で逆 V 行きます。ここですね、未完成の長編みを1本編みます。糸をかけて、で次がここですね、端っこの長編みのとこ、ここをすくって糸を引き出してきて左の2本だけ引き抜いて、で未完成の長編みが2本完成して、ここ3本かかってると思うのでこれを一気に引き抜きます。そして鎖2です。そしたらここの、V のところに長編みを5本編みます。1、2、3、4、5。はい、そしたら逆 V 行きます。逆 V には必ず、鎖2が必要です。でここですね、糸かけた後針を入れて糸を引き出してきて左の2本だけ引き抜きます。で長編みが、未完成の長編みが完成したので次もう1本編みます。糸かけて、でここの5本のこの左のとこですね、ここに針を入れて糸を引き出してきて左の2本だけ引き抜きます。そしてかかっている糸を一気に引き抜きます。そして鎖2をお忘れなく。はい、でここ長編み5編みます。このような
ような感じで、鎖5編んだらこの逆 V を編みます。でこの逆 V の両端には必ず長編み2が必要ということになります。長編み編んだ、そしたら鎖2で、ここ未完成の長編みを2つ編んで、で2目一度を完成させる、そして鎖2を編む、これを繰り返していきます。でこれも12セット出来上がると思います。じゃあ逆 V のところをもう一回やっとこう。いきます、逆 V いきますね。まず鎖2を編みます。1、2、糸をかけて、でこの前の段の長編みのこの右側のとこですね、で糸を引き出してきたら左の2本だけ、そして糸をかけて、そしてこの長編みのとこ、あ、ごめん間違えた、こっちだ。この5本編んだところの左端なんでここです。で、ここに針を入れて糸を引き出してきて、左の2本だけ引き抜きます。糸がかかっている3本を、一気に引き抜きます。で、鎖2です。OK でしょうか。で、ここにまた長編み5を編んで、それを繰り返していきます。はい、11セット編めました。こんな感じに仕上がってます。いい感じです。そしたら最後の逆 V を編みましょう。途中まで一緒です。まずね、鎖に編むとこまでは同じなのね。そして次にここと、ここと、それからここ3箇所すくって3目一度します。いきます。まずここですね。で次ここですね、左端のとこ。そしたら次ここです。立ち上がりの鎖編み3番目のとこなんだけど、それが分かりにくい場合はもうこれごと鎖ごとすくっちゃって OK です。そしてこのかかっているのを一気に引き抜きます。はい、で次の段に進むという感じになります。この最後の長編みが鎖2の役割をしてくれてます。ここですね、3目一度して、この最後の鎖がここの、ここか。ここの鎖の役目をしてくれてます。だから本当は、あれなんだよね。鎖2だから、中長編みなんだけど、なんかややこしくなっちゃうから、長編み3目にしちゃいました。じゃあもう一回いきますね。はい。まず鎖2。ここ同じですね。で糸かけて、こことここをすくうのも同じなんだけど、最後ここもすくうのも忘れないようにしてください。いきます。はい、未完成の長編み1本目編みました。2本目ここですね。で未完成の長編みを立ち上がりの鎖編み1、2、3番目、この長編みの右側の目ですね、ここ長編みの右側のここに針を入れて、で糸を引き出してきて、で左の2本だけ引き抜きます。そしたらこのかかっている4本を一気に引き抜きます。はい、ということで、段が閉じられました。ここですね。そしたら次の段、この前の段と同じことを繰り返します。立ち上がりの鎖編み3プラス3で6ですね。いきます。1、2、3、4、5、6。はい、そしたら糸をかけて、この逆 V のこの真ん中のとこですね、この空間のところに針を入れて長編みを編みます。即に
長編みを編みます。はい、そしたら次は、5目編んでいきます。ここの立ち上がりの鎖編みだけちょっとねすくいにくいよね。ここの3番目の目のところですね、ここに針を入れてまず1本目の長編みを編みます。で次からはすくいやすいと思う。この長編みの頭をすくって、ここだな、この長編みの頭をすくって、で長編みで残り3本も同じことします。鎖3編んだ後、この逆 V のところここに長編みを編んで、そして前の段の長編みをすくって長編みを5本編むんだけど、ここがちょっとね編みにくいですね。立ち上がりの鎖編み3番目のとこをすくって長編みを編んでください。ここを抜けたらあと簡単です。糸をかけて、ここの前の段の逆 V のとこですね、ここのところに、V を編みます。長編みで鎖3で長編みをまたここのスペースのところに編みます。こんな感じ。そしてこの長編みの頭をすくって5本編みます。じゃあ次、またここの前の段のスペースのところに、V を編みます。長編みと鎖3。そして長編みを同じスペースのところに編みます。こんな感じ。はい、で、長編みを編みます。そしたらこの逆 V のところ、ここに V を編みます。長編みと鎖3、これと、はい、そして長編み、同じスペースのところに長編みを編みます。お、だんだん模様が見えてきましたね。こんな感じで編んでいきます。編み図をもう一回確認しときます。長編みを5編んだら V を編んで、その V の間の鎖は鎖3です。はい、これを繰り返していきます。はい、3段目1周編めました。おお、いい感じになって出ます。この、 X 印のとこと、ここのダイヤモンドのところ、ダイヤモンドっていうかキューブ、ここのキューブのとこが出てきましたね。奇数段の最後は簡単なんだよな。立ち上がりの鎖編み 1,2,3 番目のところに針を入れて引き抜き編み、もしくはもうこれごと鎖ごとすくってそこに引き抜き編みにしてもいいですし、そしたら、次偶数段いきます。ここの V のところに残り4本長編みを編んでいきます。1,2,3,4,5。そしたら次逆 V ですね。この山を作る三角、これは鎖に編んで2目一度して鎖2です。
きます。鎖2、そして2目一度します。ここそしてこの端っこのとこ、あれ、あ、ちょ、ここだね。1、2、3、4、5です。ここじゃない、ここです。危ない危ない。はい、で未完成の長編みが2本編めたら一気に引き抜いて、で鎖2です。あ、このパンダちゃんがひっくり返ってる。でここの、V のところに5編んで、今何、1、2、3、4、あと1本。じゃ鎖に編みます。そして次はこことここをすくいます。ここじゃないです。このここすくったら1、2、3本開けてここですね。いきます。2目一度ここです。で一気に引き抜いて、はい、で鎖2と、でこれを繰り返していきます。どうでしょうか。で意外に簡単に編めます。 1、2、3、4、5。 そしたら鎖2で2目一度します。ここだ。で3本かかっているのを一気に引き抜きます。で鎖2と。まず鎖に編んだら糸かけて、でこことこことここ3箇所ですね。まずいきます。未完成の長編み1本目、次2本目、で次3本目、ここです。立ち上がりの鎖編み1、2、3、長編みのこの横のとこピッと針を入れて糸を引き出してきて、で左の2本だけ。そうすると1、2、3、4本かかっていると思うので一気に引き抜きます。はい、これでこの、三角の部分とこの鎖のところができました。で今ね、側面1、2、3、4、5、5段編めてるんですけれども、6段目、7段目、奇数段、偶数段の編み方をこう繰り返しながらお好きな高さになるまで編んでいきます。偶数段のとこですね、ここがね、分かりにくいと思うんですよね。この3目一度のところが分かりにくいと思うので、この後もう一回3目一度のところとここの最初の始まりのところをやりたいと思います。偶数段の終わり方の復習です。まず鎖に編んだら糸かけて、でこことこことここ3箇所ですね。まずいきます。未完成の長編み1本目、次2本目、で次3本目、こ
こです。立ち上がりの鎖編み1、2、3、長編みのこの横のとこピッと針を入れて糸を引き出してきて、で左の2本だけ、そうすると1、2、3、4本かかっていると思うので一気に引き抜きます。はい、これでこの三角の部分とこの鎖のところができました。そしたら次、始まりは鎖6です。1、2、3、4、5、6、そして長編みをここのスペースのところですね、三角のスペースのところに針を入れて長編みを編みます。テレレン。そして立ち上がりの鎖編みのこの3番目のとこですね、ここに針を入れます。最後この3目一度するときに長編み編んだとこですね。で次ここだという感じになります。じゃーん、こんな感じになります。お好きな高さ編んでください。じゃーん、一玉ね編めました。模様が1、2、3、4、5、うん、それくらいできてる。こんな感じです。そしたら新しい糸を継ぎますね。新しい糸を後ろにスタンバっておきます。そしたら長編みを編むとき、最後に糸を引き抜くときですね、3回目ですね、その時に新しい糸で引き抜きます。なので途中まで編みますね。糸かけて糸を引き出してきて、左の2本だけ引き抜きますよね。で最後の2本を引き抜くときに新しい糸で引き抜きます。で長編みをちょっとだけ編みくるもっかな、いや編みくるまずに後ろで結んどこう。で長編みを編んで、で後ろで結んどきます。蝶々結び。いやこれさ、スルスルした糸だから編みくるむとスルスルって抜けてきそうなので、最後に長めにね、糸始末したいと思います。そしたらこの結んだやつを編みくるまないように、編み進めていきます。まあ、こうか。この模様がね、1、2、3、4、5、6、7、8、8段編めてます。模様編みだけで12センチ13センチだな、うん、模様編みだけで13センチ でこの底からの高さですね、それを測りたい。底からの高さはだいたい15センチくらいになってます。13センチと15センチくらい。じゃあ持ち手こんな感じで編んでいこうと思います。そしたらね、一回ね、ここで糸切っちゃおうっと。で、この糸を後ろ側に持ってって。